いやでもねやっぱりこう、はいはい、違うでしょ。でも僕はヤンタンほんまに実際生の時はもう聞けてないし、はい、録音あの時はよそ言ってますからね、録音の時は、はいはい、あれですけども、あの面白いのこの番組、改めてどうなんでしょうね、それはそれだけを信じてやってきたんだ。僕らはもう面白い、人が面白い面白いとかじゃなくて、僕たちが面白いものを提供するので、まあまあそうやな、そういうもんですからね、自分が楽しい、僕が楽しい、カモンこれがね、あのほんまの放送は思ったらあかんど、これ特例異端です、これ異端やこれ、和室でのね、和室でそうそう、和室でというかもう内容がね、内容が異端、異端やもん、エロ話ばっかりや、そう前回もあのオンエア楽しみに聞いたんですけども、あのバキューンがいっぱい入ってて何の話バキュー入ってるこれ。バキュー入ってるがもう一番ひどい。ひどい。ニャオが入ってた。マキュー。ニャオが。ニャオ。ニャオとバキュー。一応僕らやってる時はあのニャオのとこを言わせないようにギリギリでっていう。そうそうそう。僕いないですから。僕いないですから。ニャオまで行ってしまうんです。そうそうそう。止めてくださいよ。だんだんどれがどうか分からないの。このモンスターモンスターを止めるには3人の力が必要。一人かけると止めれなくなるんですよ。でまあモンスターでこっちがもうむちゃくちゃですからね、マリリンがむちゃくちゃですからね、鶴瓶さんから学んでそんななったんかもしれないからね、女がそれ学んでどうするのやっぱね、うん、そう違いますね、入っていた瞬間に、はい、分かりました、だんだんなんかね、こう今日はでも分かりやすかったんですよ、俺は戸を開けた時に分かりましたね、そうですね、すごい早かった、何やとは言いませんよ、何やとは分かった、あっ、あっって思いましたね、人生力がね、僕がこうファってきた時に匂いがふわーってきたんですよ、それはまあでも急いでたからでしょう、いや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 、それはねやっぱねメスの匂いが、メスの匂いが、やべ全然ギリギリでもないしならないよ、全然止める気ない、メスの匂いが、ありがとうございます、マイクの位置下げていただきます、気になったけどなんかあれかな、ね、こうした方がいいです、ありがとうございます、しゃぶりやすいです、わーバキュンです、間に合うんだ、じゃあ噛んだだけ、しゃべりやすいよ、噛んだだけ、噛んだだけ、ありがとうございます、そんなこれやんか、これやこれこれ娘よ、いやもう言わせないよ、噛んだだけです、ありがとうございます、噛んだだけ、噛んでもええよね、いやいや噛んだらダメ、噛んだ絶対噛んだ、噛んだら噛んだ、噛んだダメですもん、いや口を大きく開けてちゃんとねしっかりしないといけない、お前が言うとね、喋りってことですよ、口を大きく開けてはっきりとってことですよね、何を固まって、福ちゃん何固まってんの、別に今のところはそんなに問題のある、問題ないの、問題ない、単語は出てる、緩くなってるんちゃうか、かなり緩くなってる、福島ハード低くなってます、だいぶ低くなってます、単語が出てこなければまあいいかなところ、言語がね、この間ね、まあ変な話ですけども、あの神谷落語協会でまだ何もそういう女性のことを知らないという方が、いましてね、男性の方が知らないと、はい、それで行ってこいいう話になりましてね、今なんかこれから行くんですけど、行かそうということで、はいはい、教会ということは教会員ですか、それとも落語家ですか、いや落語家で、話し家で誰だと思いますか、若い子 で、ね、あ僕はもう分かりました、誰ですか、僕の弟弟子の桂三味ですか、いや三味じゃない、あら、じゃあもう一人、三味は全然知りません、すいません、三味がかわいそうに、三味がそういうことを僕がオンエアで言ってしまいましたこれこの気がどんどん広がってみんなに言いません、三味話し家の息子ですわ、二人とああもう分かった、はいはい、桂小梅、小梅ね、小梅と、それから林家染八、よう分かったな、でも息子でまあそういうタイプっていうのはやっぱね、もう知らないと言われた時点でもう二人の顔がもうすごいな、でもそれは分かりましたね、うん、ただ僕は笠原三味の情報はいらなかった、三味さんが一番かわいそうな、三味そうです、三味はでもねかわいいですよ、一回師匠について行って NHK に行ったんですよ、うんうん、そしてその時にアマちゃんがね放送されてて、でその時のヒロインもう時の人ですよ、能年レナちゃんが来て、能年レナにおたわけ、おたんですよ三味、そっから能年レナちゃんに一目惚れしてしまって、もう今能年レナちゃんに会うために落語頑張ってるんですよ、で事務所の机に能年レナちゃんに会うために頑張るって自分で筆で書いてで、能年レナちゃんの顔写真を雑誌から切り抜いて貼ってるんですよ、いや、やっぱりね違うよ、はあ、あのその言うたらあの辺は能年レナとかね、そのもう最初に出だした長澤まさみちゃんとか、はい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 、今で言ったら武井絵美ちゃんね、はい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 、それからあのあれ剛力彩芽ちゃん、こんなもん全然違う、うん、しかしね、はい、素人の良さがあるんですよ、出ました出ました、中井ちゃん、中井ちゃんの中井、素人の良さはもう能年レナちゃんにも出せない、出せない、出せない、素人の良さが
前回の放送からもう鶴瓶さんが全部もう露骨に出すようになってきて、ねえ、もう電話番号を聞いていたということが発覚しましたからね。それはちょっとね、電話番号を聞いて、それはほんならちょっとあれですよ、まあ何かあって聞いたんでしょうけども、中井ちゃん、ええ、パンツ見えますからね。中井ちゃん、ちょっと横へ来てありますけど、私の横へ来さしてドライする。残っちゃこれすごいです、ね、殿やないねえかろ。セクハララジオ、すいません、中井ちゃん、セクハララジオです。いやいや、僕はな、聞いてたまたま聞いたんでしょうけどね、何かあって聞いたんでしょう。いやいや、何か下心、いやいや、違う、下心しかないわ。逆よ、下心しかないですよ。そうか、そうか。そんなね、私とこの人とはどれぐらい違うんですか。ね、長い、いくつですか。21歳です。41歳です。あ、まあ、大丈夫でしょう。加藤ちゃんにね、例もありますから。関係ないんだ。ぼーっとしてしまう。鶴瓶師匠がぼーっとしだしたら、あ、中井さんのせいかなっていうことがあったんかな。そうですか。まあまあ、そういうことで。まあ、でも中井ちゃんには非常にね、悪いですけど、中井ちゃん、彼はいますからね、ちゃんと。そうですね。これは大事ですよ。彼には悪いですよ。師匠は奥さんいらっしゃいますけど。そっちが、まず、そっち。中井師匠の問題じゃないですよ。まあ、そらせそらせ自分のことは何やけ、一番大事なところ。お前まだいてないのやろ。もう二人ともいてないし、3人とも独身。思ってたら4人とも独身。そうですね。まあまあまあ、マリリンはまあまあね、まあまあ新婚初夜みたいなもんですからね。毎日がちゃうよ。マリリン、お前なんか言えや。ちょっとちゃうよ、ちゃうよ。お前なんかすごい思い出せんちゃうか。今の動作何？ラジオだから。ロンです。ロンロン。ヨーロン出てきますね。ヨーロン。ヨーロンが出てくる。ヨーロンですよ。ヤングタウン日曜日のご出演の皆さんと、9月の15日の繁盛亭で開場8周年の記念に愛知県から行きました。私は午前11時から1回目の朝公演でしたが楽しかったです。ジョールリ赤ずきんちゃんで、鶴瓶さんが山の神で出てくるんですが、その姿を隠すためにカーテンで、出演直前まで来なかったり、いやあれね、何していいのや、全く聞いてなかったんですだから徐々に2回目3回目とバージョンアップしましたから、ね、いやでも、はいはい、はい、藤原さんから連絡いただきましたけど、はいはい、僕は3回目見れなかったんですね、はいはい、あの仕事があったんですけども、はいはい、そしてやっぱ3回目の、まあ、師匠山の神役やったんですけど、はいはい、1回目2回目3回目でどんどん変わっていったらしいんですよ、ね、そうそうそう。いやいや、あのね、悪いやん、他のやつが一生懸命ね稽古したやつを横から食い散らかしても悪いから、はいはい、どこまでしてええのかな思って、うん、ほんで1回目では自分のこの師匠が鶴瓶も思い切り行きゃ言うて、言って、で、まあ、2回目ちょっとだけ思い切り行ったんですけど、はい、3回目はもうむちゃくちゃしたんですけどね。でもまああれぐらいのバージョンを変えていかないと、うんうん、あのなんか3回見たある人いましたからね。なんかもう、僕は見てないですけど、聞いたら白塗りして、はいはい、だから額に神って書いて、行さん、はい、そう、見張りましたか。見ました、見ました。いや、写真、いい写真、写真あ、見張りましたか。見ました、僕は。ああ、お前言ってたの。いえ、僕は落語ファンの人がいっぱいフェイスブックで上げてました。いや、今あれがね、もうどんどん広まっていってるんですよ。あれほんまに神ですよ、あれ。あれ神で、ツイッターで高畑秀太さん、ね、あ、僕あの師匠の独演会演出されてた方が、これを待ち受けにしてみようって言って、いいことあるかもっていうの書いてたんで、僕も乗っかろう思って今待ち受け画面にしてる。あれみんなね、話し家が撮らせてくれ、撮らせてくれ、待ち受け画面にしてるんです。いや、これほんまにすごい、これ神やな、ほんまに。いや、これね、僕、いや、そう、普通のね、師匠の笑顔はね、まあ僕も見慣れてる、週1回見れるじゃないですか。この顔がね、なんかね、この顔ね、おもろいですよ、めっちゃ。めっちゃおもろいですよ。ええやん、これ。めちゃくちゃいいですね。全部何もかも隠してくれてるからね。男性か女性か分からない。分からない。これが神なの。これはね、あやめがうまかったね。あやめ姉さんが。さあ、あやめがね、あの師匠どうしますかね、思いっきり言ってくれ、言うて、うわーやってくれって。だんだんこれ神やってんのにおばちゃんみたいになってくる。確かにちょっとおばちゃんみたい
すっごいおばあちゃん。化粧映えしますからね。うん、化粧映えすんな、うん、俺。化粧映えする。で、またあの笑顔の感じがね、こう、うん、あのアプリをね、こう横にずらしたりするんですよ、スマホですから。うん、パッてったらね、横にずらした時に間から師匠が笑ってるんですよ。それがね、なんかもうおもろくてね。これいいよね。いや、いやなんか嫌なことあった時とか、ね、忘れるんちゃう、これ。なかなかいいですよね。いや、これね、今多分リツイートとかされて、どんどん広まってます。そうそうそう。T シャツとかにしたらいいかもしれない。T シャツとかね。あ、紙 T シャツね。いや、そこはもうちょっとダメにしたあ、そうなんですね。そこはダメにしたパンツにしたのですか、女性用のね。女性用のパンツ。これはもう抜群やパンツにして。一瞬、パンツ幻想だ。いや、女性用のパンツにして。女性が嫌なんか、そわそわしちゃう、履いてて。お前もお前もやってくれよ。でもあれやで、そのパンツしてたら、こうズボンね、ズボンやってずらされた時に師匠が出てきた時にやっぱ男の人も手合わせますよ。大事手合わせますよ。ええことか。ええことか。こっちはもうそこまでその気になっとんのにそうやって笑われるわけ。笑われた。手合わせます。手合わせ。勇気がいる。勇気いますか。これケツでは分からへんからちょうどいいんじゃないですか。ケツに。ケツじゃない。やっぱ前じゃない。前じゃない。髪。前。何そんな喜ぶようなこと。前どころかこの下かもからですよ。ようそんなこと。よーそんなでも一番師匠が喜ぶ場所は内側やと思う。内側それはええな。内側にそしてどっちかと木綿でやってほしい。全部吸収全部吸収する弾くな。いやナイロンはダメ。木綿で木綿がいい。いやいやいやで、あの一回で捨ててほしい。一回で捨てる。どういうそれどういうじゃこだわり。いやだからそんなもんね。一回で捨てて誰かとこ持ってくるというね。このなんていうあ返さなきゃいけないんですか。返しいやおかしい。違う発売しませんからね。これ私そうじゃ。いや分かりませんよ。電脳システムズからね。いや発売気がついたらね。なんか独演会のグッズで違うバージョンロビーで売りましょう。売るんじゃない。売るんじゃない。はいたら持ってきてください。廃品回収ブルセラやないですか。ただやねん。それから履いたら持ってきてください。これ履いたら捕まるかな。捕まらへんやろ。いや意外と本人が持ってきてるわけですから。履いた本人が持ってきてるから廃品回収。ほんでまた次新しいのはこれですよ。捕まらへんかったらええってわけやないですけど。評価はかもか。これがほんまの放送じゃないぞ。ほんまの放送じゃないからな。違う番組でこんな感じだともうめちゃめちゃ怒られますよ。ほんまアホや。止めや。前で入って止めるんじゃん。止まらないでしょ。僕ら僕結構もうずっと頑張ったんですよ。何回やっても聞かないからもうこれしょうがないなって最近止めてくれたから。もうある程度乗っかるしかない。ある程度乗っかってもう後で上の人に報告するようにすればいい。しっくりしっくりやめちゃくちゃやそんなもん。あのだから俺ほんまにこれ1回目もねどうしようか、どこがツボかなのか分からへんやんか。難しいでこれ。そうですね。潰した悪いしやな。どうしようかな思ったら1回目ほんまにカーテンをね、はい、忘れはったんよこの人が。どうしよう思って俺どのままでよかな思ったんやけど、うん、変なまあなって思って、で2回目にやっぱりちょっとまあバージョンやって、はい、3回目はあの髪が出たわけ、うん、いやいや、うん、あれでも出た時わーなりますよね。でもその前にね、あのあれ山漁師がね、あの三協があの顔やっとったから、あれと同じようにしたらあかん思ったからね、俺も考えとんねえだよ。カンペを手に持って出てきたり、本当に神谷寺子協会の会長である文志師匠が挨拶するところを副会長の鶴瓶さんが挨拶したりと、大変楽しい時を過ごさせていただきました。はいはい、いやでもあれ文志のお兄さんがもう鶴瓶もうお前がやれって言わはって、なんかもうそんなそれやったらって、俺気ぃ使ってお兄さんがどうのこうのってもうそんなお前気にするなって。お兄さんちょっと喉が動かしかった。まああのやっぱその太夫さんのジョルリの声を出すのにもう相当稽古、いや師匠めちゃめちゃ稽古してあるんで、だからもう声が枯れてたんですよ。もともともう言うても72歳ですから喉もあんまり強くない方ですから、はい、いやいやでもあの人ずっと生きさす方法ないんかい。いやもう心配せんの生きると思います。いやいやいや確実に去年一昨年の襲名で忙しかった時より元気になってきてますね。一番ね、あ大丈夫かなと思ったら60前半やわ。
ね、じゃあ50後半から60前半や、お兄さん大丈夫かなと思ってたんやけど、今度ガーッともう、そうです、元気になって、元気になってきたな。一回65ぐらいの時に、そうやろ、大かめちゃくちゃ風邪ひいて声の勢いがガクンと落ちたんですよ、うん、一生、うん、でもそっからやっぱね、うん、盛り返したよ、盛り返したというか、まあその勢いも落とさずに、うん、なんかまあやり方をいろいろ考えながら、すごいな、あのとこよう考えてみ、72でやで、はい、でまだいまだに作ってんねんから、うん、すごいよね、すごい、うん、だからあの人おるからやっぱちゃんと覚えなあかんもんで、いろいろ次覚えてるけどね、ほんと大変、うん、独演会三席やって連れ目話やって、はい、でまだ次の覚えてんねんで、今頭おかしなのほんまにすごいね、これ僕らもほんとその会長副会長がそんだけ努力してるんでね、うん、上が一番努力してるということで、そうやろ、頑張らなあかんなと、ちゃんとしてるで、はい、でまあ、会長あんまり努力してるの言わはれんけどね俺は言わないですね、言わないなんで、ね、ラジオで頑張ってもいいよ、ラジオそう、うちの師匠が頑張ってるって言うたことないよ、よう考えたらラジオでも頑張って、昨日もね、三崎の物語のね、あのまあ批評があったんですよ、一般の人のね、はいはいはい、大阪の人間が喋ってんねんけどね、はいはい、若い時からこの人をずっと見てますけどね、ようこんな人がこんなとこまで来たなこのアホがようここまで頑張ったみたいな、そんなむちゃくちゃやん、そんなもん、この人ようこんなことまでなったなといわゆるあのね吉永さんの相手やね、そんなこと言われてんねんね、このアホがようここまで来たなと記者会見のやつ見てやっぱスターでしたね、スターだったやっぱり、スターだった、だって竹内優子さんが耳打ちしてたもん鶴瓶さんの、そうやね、ねえ、いや思って、いやいや前もやってみんそんな後できないでしょ竹内さんの後ね、そうそう、あ、優子ちゃん今ちょ声出てますからね、あのあれですよ、ですえ、あのドラマ シアターに、あー、そうですね、へー、うん、ドラマシアター出てます、今ちょうど出てるとこですよね、あの妹と、へえ、うん、そうですそうです、あ、今日で、まあ、2PM あって、これいつ流れんの、28日、はい、10月の、あれな、銀平の会いつやった、あいつもひどい、親子会、親子会、ね、親子会、違うんですか、あいつはあのお江戸日本橋亭ってあるやんか、はいはいはい、あそこで会やるんですけども、うんうん、ラジオで言うていただけませんかえ先週来られたのに言わなかったか、そこで言うやん、言うわよ、本当は、まあ、親子会のね、はいはい、向こうで、あの、まあ、このラジオ聞いてんのかな、向こうでラジコで聞いてる人はここへ行ったってください、ぜひ来てください、ちょっと言うたってください、どこでしたか、どこでした、今度電話かかってました、お江戸日本橋亭、お江戸日本橋亭、銀平の日本橋亭で銀銀という公演ですね、10月9日木曜日、はい、午後1時開演、うん、で、お昼0時30分、正午じゃ0時30分に会場ですね、はい、お江戸日本橋亭で行われるそうです、はい、もう東京で聞いてる人は行ったってください、ゲストに春長が出るんですね、うん、当日券が3000円だそうです、はいはい、予約で2000円、師匠も出られる、でいや出ないですか出んねやったらええ、出んねやったら分かりますよ、出もしないのに、出もしないのにその人のラジオにってくれめっちゃ優しい、お弟子さんに優しいですよね、それ考えると、どんないやだって師匠のラジオにお弟子さんが告知させてくれて来ることもすごいですよ、僕らもう考えられないですよ、師匠さん無理、絶対無理です、もう絶対無理ですね、それはお前とかいけるやろ、いや、うちの師匠、まあ、ラジオにまず出てないですから今度自分とこの師匠出るよ、俺の会、あのそうそうそう、1月の、はい、な1月のあれ、何やったら芸文、芸文に、あ、そうそう、推薦したんや、俺、はい、な、あ、いやいや、もうぜひ勉強させていただき、私もぜひね、やってください、落語会お疲れ様でした先日のチケットヤンタン先行発売で応募させていただき、9月1日が母、育子の誕生日でしたと、うん、ちょうど良いプレゼントになりました、すごく楽しかった、久しぶりに笑ったととても喜んでました、演目はと聞いても覚えてないって言うてましたと、でも出たところに書いてたんですけどね、三席、うんうんうん、松島さんこんかったわって、それは無形がいつも一緒やと、いつも一緒やコンビやないですから、ね、コンビやないですからねお前ら近々買いないのか、ね、近々なんかこれ、ああ最近あったかな、なんかあったかな、違うな、お前それは、あ、あります、あります、でもこれは多分もう完売してると思うんですけど、10月の6日に、東京の神保町花月というところで、あの恋する落語会というのがあるんですけども、なんか文枝のお兄さんが、そうなんです、うちの師匠が
出るんですよ、まあ、だからもう完売してしまう。でももしかしたらチケットちょっとまだ余ってるかもしれませんので。いやいや、そんなこと余ってないよ、そんな小さなとこやもん、100人強なんで、もしかしたらキャンセルとかであるかもしれませんけど。すごいな、はい、あの俺今度はこっちでやな、あれあるわ、あの分子のお兄さんのこれ創作落語の会、はい、はい、それありがとうございます、出てくれよ、はって、スペシャルですね、スペシャル創作落語の会ね。ですね、これは U の22の座席のチケットを取るために並んでいると、後ろの方でおはようございますと言って何言えなく見てみると、なんと星野源さんが来たんです。僕の落語会、クドカンも来てたんですよ、クドカンも、それから二階堂ふみも来てたんです。二階堂ふみ綺麗かったね、二階堂ふみ綺麗ほんまに二人きり喋ったの、二階堂、いいないいな、今一番好きな女優さん、綺麗ね、ほんまに知らんやろ、いや知ってますけども、綺麗な方ですよね。だから本当に生で見たいなと思いますよね、うん、だから師匠の会に遊びに行ったら、はい、そういう旬のすごいトップの女優さんとかに会えるんで、はい、やっぱ気が上がりますよね。だからもっと落語家もっと行ったらいいのになって思ってますそのために。いやいや本当にだから賛美じゃないですけど、ノーネンレナちゃんに会うためっていう、お前誰かと知るようで仲良くなったよね。あ、広瀬か広瀬仲良くはなってないです、僕がただ単純に好きになって手紙書いただけ片思い。あの僕が着てるね緑のパーカーの色がいいって言って、うん、もう僕のパーカーを引っ張って、僕この色かわいいみたいな言われたんですよ、で僕完全に好きになってしまって、僕のそのパーカーと同じの手拭いを探して送りました。いやー手紙書いて、しかもそれだけじゃないです、それだけじゃないです、同じ色のちっちゃいハンカチを子供さんに言うて送りました。返事がねまだ返ってこないんです、まだ返ってこない、何もあんねやろな、おかしいな、捨てろ、言うてきますよ、ちゃんと吉本クリエイティブエージェンシーの名前書いて出しました。いやらしいな、そこはね出しましたよ、本当に苦手なこういう人あなたも MBS アナウンサーでちゃんと書くでしょ、肩書きを。私は所属会社だから、福島信弘で、俺もだから所属タレントですからね、一緒じゃないですか。今日ね 2PM ともう向こうの人は俺が何やってるか分からへんやん、そやろ、まあまあ分かるよ、だって知っててもどんなことやってんのやろ、テレビ出てる人っていう人なんでしょうけどね。でだからその時にはいろいろなんかやらなあかんやんか。でも実はそのモントリオールの映画祭のあれおちょ持ってこいやって見せて、番組の違いで見せたり、それからまあ昔俺武道館で2回やってるから武道館の話したりとか、それからあの大阪城ホールでもやってるから、はい、この人何もんや余計ややこしなってる、もう帰る、すればするほどややこしなってなんかかまそう思ってね、なんかちょっとやったっていうのをね、あの、余計ややこしなってる普通のお笑いのおっさんちゃうからねそれなんか分かりやすい、それパッと見せたんや、その、はい、あのあれ、あの不思議な岬の物語、はいはい、この人とのまあ言うたらちょっと恋愛もんなんですと、これって言うとピッと見たら、その吉永さん40前半や思てんね、はあはあはあ、まあ本当に綺麗ですもんね、70すごい70歳綺麗ね、昨日ももういいしずっと一緒やったけど、と思うね、まあその竹内優子も綺麗やけど、綺麗ね、綺麗な人ばっかりですね。え、誰が好きなの？うわ、誰が？私はだからあの知り合いやったらもう無視する。知り合いやったら知り合いかもな。会って今一番会ってみたいのはあの黒木華さん。あーあー、俺あ言ってたな。はい、はい、あの人が僕ちょっと自分似てるやんか。え、そうです。失礼。違う。失礼なこと言いなさい。持ってる雰囲気、持ってる雰囲気がね。そうです。自分の顔にちょっと似た人が好きになるのは、いや花さん大阪の人やろ、あの人。関西の方ですよね。一度お会いしてみたいな。今度見てんの花子と。見てます見てます。今日も見て。今日も見てた、俺も見てた。朝と昼と二回見てきました。二回見てんの。はい。なんならその前に BS 今日はでも花出てなかったんやほとんど。はい、出てなかったですね。はい、春さんは出てなかったですね。ねえ、そやけどええよね、あれ。え、いいですよ、すごく面白いしいい話だし、はい、なあ春さんを見るために見てるっていうところもありますけど、ね、そういう感覚が福ちゃんにあるっていうのがね。まそう、俺まだ会ったことないね、黒木華さん。鶴瓶さんでもないんだ。その春さんにその福島さんが対面した時のちょっと見てみたいですね、福ちゃんの、そのなんていうかどうなるのかというか固まっちゃうと思う。やっぱり女性
を女性として見てる福ちゃんを見たことないですから、はい、今まで、じゃあマリリンに対しても中井さんに対してもあ、まあ、仕事の人っていう感じでね、まあまあこういうところ俺らも昔はねそんな見てなかったよ、はいはい、でもあそうか、あの桜井和枝さんに一遍そんな見てますね、そうですね、見てたはずですね、見てて、はい、40年後に達成したいう感じ、達成した、俺が達成したんかいと向こうが達成した向こうが登り詰めただけね、2回登り詰めたカモはそんな誰か会いたいっていうのいたの？僕も今やともう堀北真希さんですね。ああ、もう圧倒的に堀北真希さんね。ちょっと似てる。今の話です。いや、もうちょっと似てるのかなって。いや、自分と堀北真希の共通点を話すのが相当難しい。好きな顔と似てるっていう話があって、僕もちょっと似てんのかなって。似てない。似てないですね。お前堀北真希そんな骨太違うわ。めちゃめちゃ骨太やな。せっかきやし。ブリのあらや、ブリのあら。ちなまるそう骨ぶとって言う骨ぶとやろ元ラガーマンで勝者入ったやつみたいな感じそうそうほんまそう雰囲気ねほんまそうそう元ラグビーやっててみたいな慶応のラグビー部でああそんな感じや三井商事入りましたみたいな落ち券に見えんよね見えないですねスポーツから棋士ですからねああそうなん何にもできません君のとこの師匠もスポーツから棋士やろあうちのとこの師匠はスポーツは結構できるできるそうなんや意外やな運動神経がとてもいいええ何じゃんの？いや、あの、何というこれというのですけど、なんか何でも器用にしちゃう。器用でやっちゃうな。何にしても器用やね。ちょっと昔のおもちゃとかあってもこうやって遊んでみたり。昔のおもちゃ。昔です。どういうこと？今のおもちゃとどう違うの？な張り方みたいな。そんな遊び？いやいや。弟子の前でそんなに遊び出さないでしょ。違いますよ。違います。今のはいいのかな。あれ危ういな。電気がね。だんだんお前も止めんと入ってきてる。な。グイグイ決まるタイプでしたね。グイグイタイプ。マリリンとカモンは同い年。同い年。同い年。三人同い年。同い年よね。いやでもやっぱ違いますねなんかマリリンとこの二人はなんかカモン君と福ちゃんはちょっとまあ同い年で二人とも落ち着けないしなんとなく同じような空気は感じますけどやっぱマリリンマリリンは違いますよねはいそうですかそうそうそう方々で遊んでるからやっぱ偉いもんですねこれ収録始まって30分ぐらいですかなんかやっぱ昨日の疲れがちょっと出てるのかクマできてますね昨日の疲れが今頃出てきてますね寝不足だ違いますかね寝不足までねあれおかしいほんまにほんまに出てきてるすごいですよねこういうのこんなんありますよ9月の14日はバレンタインデーから、半年後です、うん、そこで男の人が好きな女の子に下着を送って愛を告白する、メンズバレンタインデーを、日本ボディファッション協会が制定したそうです、そうなんやほんと俺あれ作ろうかあの男性が女性に下着をあげるってことですかそうそうそうでもやんやんそうだ来年の9月にね俺あれのな山の神それかもう全体のボディコンにビティってされるあのやつあれやんかはい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 調整するやつあれが全体紙やったでやろベチャーっとなってる体中に張り付いてるまとわりついてる感じですねもう脱げへんかったいやもうそんなんねベランダ干してたらめちゃめちゃ怖いですよあそこでなんか泥棒よけになるなんかニヤニヤしてるでって近所で評判になるでしょねあれが干してたら干してたらねめちゃめちゃ怖いですよそういう宗教なんだろうなとあのラジオ機の皆さんわからないですからねあの山の神はいやまあツイッターやってどこで見れるんでしょうね検索したらもう今結構出る頃は声出し師匠のブログあーそうかそうだそうだ公式ツイッターで公式ツイッターなるほど。じゃあ見たい方は鶴瓶さんの公式ツイッターを検索すれば出てくると公式ツイッターがあったんですねあの顔でデートせえへん目立ってしゃあないと思いますよ目立ってしゃあないどんなあのあれですか女性はそういうこの下着をもらうのは嫌なんですか男性からいやそれは好きな人こっちも好きな人がくれるんやったらいいですけど向こうが一方的に好きでいきなりパンツ渡されたらびっくりするんで好きですっていやいやもうええってパンツね履いてください俺らようファンの人にパンツもらいますよへえ女性が履いてないと思ってはるんちゃいますか確かになくすかしあったよ履いてくださいパンツようもらうよほんまにほんま
なんかね、そのパンツ履いてたら、これそのそういう男性が好きな人のそんなんあんねんな、男性ホモセクシャルの、セクシーな、まあ、ハイレグのやつやったり、ティーバッグやったりとかね、そうじゃなくちゃうので前がポコとなってるやつやけど、はいはいはい、ありますあります、あれ知らんかったんや、あれこれええな思って履いてたら、それそっちの方の人のんよって言われて、そっちの方の人のんって履きやすいで、そっちの方の人専用ではでもない、専用やねんて、みんなそんなん御用達っていうのね、御用達やねん、なるほど、そうかそうか、履いてればそういう気が、何が違うんですか、そいやもうね、フィット感が違う、群れないし、だからいいねん、なかなかああいう人ってやっぱりそんなの好むねんな、それ気にしよう、気になるんですね、敏感なん、何回かね、その見てみる、水着でね、うん、片っぽの右側の腰部分だけ紐のないティーバッグのような水着が流行ってたんですよ、前なんかあって、ああ見たことある見たことある、透明だけ紐があって、あの、ブーメランパンツの右半分だけ透明なんですよ、透明というか、うん、あれないのかな、どうやったら挟み込むとか、うんうん、斜め挟んでるだけ、っていう水着が流行ってたんですよ、海外でそんなんが流行ったか、あったかなんか、血圧普通の俺きっちりカチッとしてる血圧計あるやんか、はいはいはい、カクッともうポンとやったらあれ、はい、あれのパンツ用みたいな、パンツみたいな、なりやすいよな、どっちかわからない、左曲がり、ものすごい左曲がりにしてあかんということですね、多分ね、っていうのが今流行ってます、うんうん、流行ってるんですか、履いてる人がいました、海とかの女性も男性もそうでしょうけど、僕もねティーバッグもらったことがあって履いたこともありますし、うん、もうほんまに全部洗濯物ないときティーバッグしゃあないから履くときあるんですよ、もちろんそれでラジオやったこともあります、ラジオのここに来た時ティーバッグやってた、はい、あります、ノーパンもありますもちろん、ノーパンもあんの、ノーパンがある、ノーパン2回ぐらいあります、なんで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 そちらの方気分がね、そういう趣味、気分がちょっと、いや日常にちょっと違うね、そちらの方じゃないのは分かるでしょ、はい、そんなん一時弱やん、はい、いやけどね、本当ね、そう、ノーパンは、まあ、あのパンツあ、ね、たまたま天気で洗ってなかったとかもありますけど、日常にちょっとねスパイスを入れようっていう時もあるじゃないですか、怖い、いや、思う、なんかこう、あ、俺ちゃんと真面目なこと話してるノーパンやのにとか自分の中で思うと、それが自分の中でちょっと楽しい時っていうね、多分師匠分かっていただけると思いますけど、分かってない、ね、ほんじゃ 別にこれ、まあ、ほんまによかったら、あのこんなん別にねラジオですから、はい、全員あの、ま、男だけ、はい、真っ裸で放送するよ、やだいやだ、もうそれいいですけど、僕はいいですけどね、全然、いや、まあ、いや、まだ鶴瓶さんのだったらいいですけど、ね、のって言うのあれやけど、俺のはええ、鶴瓶さんのはええの、ただ僕とか福ちゃんとかは、まあ、ちょっとリアル、ね、そうですね、言うときますけどね、二角兄さんにね、あいつ脱いだ、あのあれやけど昔から品あったで、あの裸裸に品が、裸に品が四角に言ってたらしい、二角兄さんがね、だから二角兄さん御用達の裸ですよ、御用達ではない、二角師匠は御用達、御用達してない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 、いやいやほんまにあいつの裸は品があったって、いやでも僕これはねすごくあの思うんですけど、はい、下ネタとか裸とかってあるんですか、はいはい、あれほど品が出るあの話とかないなと思うんですよ、ね、あ、そうですか、下ネタって人間性がすごい出るような気がするんですよ、出ますかね、やっぱこうあのね、そういうちょっとえぐい、同じ話でえぐく聞こえるとか、はいはい、うわって引くような、ね、うん、下ネタもありますし、どうですか三四郎さん、やっぱりこうそれでちゃんと笑い取れる、その上でこれがねすごいのが、はい、放送に乗って全国でお届けできるってのがすごいそんな頻度は下ネタないですよ、 ありがとうございます、はい、MBS 御用達ですからね、いやそうやな、そう MBS のね MBS と書いてあるからバッと貼ってるんですよ、ね、はい、そうです、その御用達の下ネタですから、それはもうすごい頻ですよ、そうですか、でも今回の放送、うん、多分今ないと思いますよ、なかなかと喋っていただきました、僕ら分かれへんわ、もうどこ麻痺してるから、全然麻痺してる、日曜日の話題はセクシーな方面に行った時、かつて西さんはこれと言って軌道修正してたので、はいはい、福ちゃんはどんどん拍車をかけてますね、うん、そうですね、それは、ね、止めないという方針を貫いてらっしゃるということですが、うん、ところでキングが桜井和さんを2回満足させたという、うん、そろそろ馬場崎五郎初の作品のオファーがあるじゃないでしょうか、知り合いの監督に撮ってもらってはいかがですか、相手はもちろん桜井さんで、あ、桜井さん、いやいいですよ桜井さんの、うん、需要あるでしょうね、うん、需要ある、需要ある、桜井さんのリスナーなんか絶対やる、すごい需要がありますよ、うん、きっと、まずだから
ドア頭バーンとディープキスから入るわけ。うわ怖い。桜井さんとカメラ何台も使ってディープキス、それだけで1時間半ぐらいの尺は持ったんですよね。でもその現場では、そうそう現場では1時間半もうええやんいうのなかったよね。もうずっとそれをチロリンがずっと見とったもんね。喜んでましたね。マンネリはしなかったですね。ここの局長がチと見てたもんね。1時間半のキスはすごいですね。すごいですね。すごいやろ。え、中山見てなかったの？ずっと見てました。あ、そうなの。師匠、師匠知ってたでしょ、見てはること。知ってはったでしょ。知らん。中井さんにわざわざ聞きましたけど、中井さんの目線も意識してやってはったと思います。やってそれはない。あ、どんな見てた、ごめんなさい、短く言ってください。見てはった。見てました。へ、どう思いましたか。あの、簡単でいいですよ。びっくりしました。大人ってやらしいなと思ったのか、まあ少しのあれでいいですから、あの尊敬。ありがとうございます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 。いや、いいな。尊敬、尊敬、尊敬という言葉をいただきました。顔あからめて言うんですよ ね、 ちゃんとね。それがまたいいですね。尊敬、嬉しいですね。いやいや、尊敬です。ソーダバンクのオーナーみたいですからね。尊敬、尊敬じゃない、尊敬。正義さん全然違う、全然違う、尊敬、全然違う。怒られますわ、さすがに。いや、嬉しい。尊敬って、こんな、ね、いや、2文字ね、そのディープキスで尊敬をやられるって、もう、そんな日本にいますか。人間国宝です。いますか。計3本ちょうだい。尊敬、ただこっちが尊敬られてもね、世間の尊敬がちょっとね。ドラえもんの映画、おじさんも見てますからね。あ、そうそう。あいつの視線がちょうどね、あのデパートみたいな視線で。ドラえもんの映画が大ヒットしてますよ、はい、うん、マリリンや中井さんはドラえもんの道具で、一つ使えるなら何がいいですか。 うちはポケット以外ならどこでもドアがいいなと。あ、うちは、私はですね、うん、みかんちゃんでポケット以外ならどこでもドアが欲しいってことですか。うん、そうなんですよね。どんな、あの、おもちゃがいるんですかね。おもちゃじゃないです、道具です、ね、未来のおもちゃ、未来の道具、秘密道具、秘密のおもちゃ。どんなおもちゃかな、どんなおもちゃ、どんなおもちゃ、いつもどんなおもちゃ。おもちゃじゃない、あ、おもちゃじゃない、ごめんなさい、ごめんなさい。道具、道具は、それでも道具も、道具もどうやな、道具もどうや、いつも持ってる道具、道具、いつも道具、どんな道具、道具、どんな、どんな道具、どんな工具なの。工具、工具、そんなもんて、鉄製かよ。ドリルみたいな、そんなドリルって。中井はどういうのがいいんですかね。中井さんはスモールライトみたいな、スモールにさすな、スモールライト、あ、もうスモールライトにして、もうやめときましょう。スモールライト、スモールライト、いやいや、ほら穴入っとけ、ほら穴入っとけみたいな。泳げますか。何何何言ってんの。ほら穴入っとけ、ね、とシュッて小さい、はい、お前も入れ、お前も入れ、ほら穴入って、こに一つの、一つの町ができる、町が、俺もお前もみんな入ってて、そこでやりましょう。カモンもバーってやんさん収録やりましょう。中井さんで、中井さんで、中井スタジオでやりましょう。だもう結露してて、ちょっとなんか、なんやろなぁ、あーやれ、お前、すごいなって思って。いや、想像力がすごい。先日の放送で、最近の芸能人についてキングはみんないい人や嫌なやつおらんとおっしゃってましたが、それはキングが相手の良いところを引き出す、あるいは見つける、相手を好きになる能力が優れているからではないでしょうか。いかがでしょうか。余談ですが、キングであって心も下半身も硬くなると思います。私にもってですか。はいはいはい。誰、男やんか。すごいですね。そのおっさんの下半身も硬くさせるという、ね、おっさんも嫌いよ。もう言うときます、おっさん嫌いです。おっさんも、おっさんが嫌い言うてからものすごいおっさん多いよ。なんなんでしょうね。俺おっさん言うてんのに、おっさん全然おっさん多いよ、ほんまに。なんでこんなおっさん人気あんねやろ。いや、だからおっさん限定のライブやっていただいたら、もうすごいやりたいないわ。のぶとい笑い声が響く。もうスタッフもみんなおっさん。もう昨日なんか繁盛亭パッと出たやんか、はいはい、ほんでよーく、まあね、ほもう言うたら4日間やったし、ふっと出たらもうおっさんがおるわけや、よう来てるおっさんが、はいはいはい、
ほんだらこれね、やっぱりもう変えなしゃあないやネタ。ネタそうですね。その3日間やったやつ、じゃあ4日間やったやつ以外思わずやったわ。そのおっさんのせいやで。なんでおっさんに。じゃあそこがおっさんツボをくすぐるんですね。でしょうね。わしのために。いや枕バーってやってて、枕はまあちょっと変えてないのよね。変えてないようなこと喋ってもらったよずっと、うんうんうん。でこれは普通にそのままね言うたら3年目入ろうかな思ったんやけど。おっさんがおるからもうね悔しいやん、ね、またこいつこれやるよのかいな変えてもたわけやん悔しいおっさんに負けたわあんなことないそんなことないいやでも僕はおっさんじゃなくてもやっぱ同じ方が来てくださったらちょっとやっぱ変えないと変えないよね、うん、変えるやっぱりありますありますやっぱり変えますね変 え,、はい、変えるなはい同じやっぱ繁盛亭1週間とかでもね、うん、同じ方がなぜかいた、うん、で前の方にやっぱり座りあるんですね、うん、そういう方はいためにつくと変えようそうやな変え、はい、まあまあそれがまたええのかも分からへんな、はい、そこがまあおっさんおっさんのおかげで変えんのかも分かりませんね、うん、そういうまあ客、うん、お客さんに育ててもらうっていうの絶対あるでしょうからね、はい、真面目なこと言うなここで取り返せない後輩が見てますからちゃんとしんねこう出遅れてしまったあんだけ別の話してるんだよもう正反対のお客さんに育てて、まあ、お客さんあっての私たちですよ、うん、ということですよそやなでも やってる時にもこれをちゃんと覚えてるかな思いながらやってんだけどねいや僕らはもうそんなところまで行ってないですからあそう、はい、やっぱりこうちゃんと稽古してきっちりやったものじゃないと提供するのは怖いです。ですね、いや3つぐらいあんねんけども3つぐらいのやっぱりゆるいやつがね、はい、あこれやってないな思ってやりだすやんか。はいうんうん、で独演会だ全部稽古するけどやね、はい。出たとこでおっさんがいとってやで。帰るわけ長いことやってないネタやってやな、はいまあ、でも俺のデパートが言うには同じネタでも嬉しいって言ってましたけどね、うん、俺のデパートで変えてるわけやないあれそうなんですか俺のデパートはギンギンですからねギンギンで見てましたギンギンですね、いやもうあの熱すごいです ね、うん、ね鶴瓶さんの親友でさだまさしさんが28歳の時映画の制作費など、総計で28億金利まで入れると35億近い負債を一人で背負っていたそうです、まあ、その当時ですよね、うん その当時の今のお金で換算するとそれぐらいでしょうね、うん、とてもではないけど返しそうにない借金を返し切ったのはすごいと思います、うんでもそんなんようかやっぱだからあの人ずっとコンサートしてたから、はい、いややっぱでもすごい、まあ、原動力やったんでしょうねまあそれはあるよねもうほんま歌うか死ぬかぐらいの感じでしょ、まあ、35億なんて借金なんて、うん、もう普通に返せるという感覚じゃないでしょうね、うんまあ、どうしようもないこと考えられない、まあ、映画がね失敗しましたし、うん、あれだったんでしょうけど映画やったけどね超高っていう映画、うんうんまあ、自分で出資して映画作ったんですね、すごいですね、うん俺も見に行きましたけどなかなかいい映画でしたよ、うん、もうそれだけ凝りすぎてね何年中国行ってあれすんのずっとだあの長江の、はいはい、長江の、はいはいはい、その一滴を探しに行くという映画ねああ最初の分かるよ長江って分かるやんか中国の大きなあそれああいうと分かる中国の大きなあの川やな中国の大きな川、長江っていう川、長江、長江別名やんねん別名。別名？ガンジス川？ガンジス川そうそうそう。どこにやんねん。藤原エラ笑ってんで。ガンジス川。ガンジス川。川それぐらいしかわかんない。他に言うてみんな。あ川とは言わんわ。川と言わない。なんやらこう。なんやらこうは一緒ですね。こうは一緒。なんやらこう。ラーメンにも、ね、何やらこお前の好きな何やらここうは何あのかい何こ何こが好きなの何こが好きなの何こ何こが好きやねお前はえ本当にそんな名前そうそうそう何こが好きか言うてヨースコーですヨースコーラーメンってあるでしょ何が私が好きって言ったんですかヨースコーラーメンみんな好きでしょ美味しいからね美味しい美味しいまあ口についたるつるべさんおしぼりついてるもん先日渋垣隊のふっくんが寝坊して、上沼さんの番組に遅刻したそうです、謝罪すると笑顔で許していただいたそうですがいろいろあってふっくんも疲れていたのかもしれませんねヤンタンの皆さんやばいと思った遅刻したことありますかと
それはあんの？僕はまあありますね。いや僕はもうね、修行中に遅刻というかね、もう本当にしくじりなんですけど、うちの師匠がまあ九州ツアーで一回回って最後東京にね行って、で上方落語協会の渋谷繁盛亭っていうね、あったんですよ。でその次の日朝5時の、新幹線で福井県の鯖江っていうところに向かう予定やったんですよ。朝5時朝6時かな、始発の新幹線で行く予定やったんですよ、鯖江に。で鯖苦手だ、あれで鯖苦手だ、言葉も苦手だ、うちの師匠って疲れてたのもあったんですけど、ずっと連日のあんまり打ち上げとか長いこと行かないじゃないですか。これ別に悪いとか恨みある全然ないですよ。この間でも、はい、あの全然、まあでも長いこと言いましたよ、小1時間か2時間、1、2時間じゃないですか。ザコバ師匠はね、いらっしゃったんですよ、その繁盛、筑波繁盛ね、なのでわーってなって、ちょっとみんなで行こうかみたいになってて、なんかそのままずっとついてって、師匠が珍しく夜中2時ぐらいまで行ってたんですよ。ザコバ兄さんついて行ったよ、はい、で朝6時やからって言われて、僕と師匠が違うホテルだったんですよ。ほうほう。で僕はもうすごく疲れて、それで寝なかったらよかったですけど寝てしまったんですよ。ほんでそしたら僕なんか携帯電話もう全然気づかんぐらいでパッと起きたら7時やったんですよ。うわと思って、もうあの事務所の人に電話して言ったら、もう師匠がたまたま6時15分ぐらい起きて、すぐもう新幹線、タクシー乗って新幹線のとこ行って、まあ、なんとかその鯖江の公園にはギリギリ大阪から違う弟子行って間に合ったんですけど、その時に同じホテルに泊まってた落語家、あのうちの弟子がいてへんかみたいなんで、うん、でホテルに泊まって、分かりました、とりあえず落語家さんにつなげます言ったら、朝5時に、あ、じゃあ朝7時に、師匠がその起きてすぐに電話したのが諸教師匠やったんですよ。諸教師匠に、お前何してんねんって、何ですか兄さん言って、何や、いやうちは弟子や思ってごめんって聞いて、ほんで怒りが一段階上がってる、そう諸教師匠にもしくじらず、ほんでそっから新幹線、その前の日まで師匠、俺はほんまにもう世間知らずで、あやめんさん言ってたんですよ、師匠同行の、俺は新幹線の切符も買うたことないし、一人でコーヒーも飲みに行ったことないね、でもうずっと誰かおったんや言ってた次の日に、一人で新幹線切符買おうって師匠に、でもうそう新幹線鯖江まで乗せて、でその間新幹線の間中ずーっと僕に携帯電話かかってきて、お前のせいでえらい目に遭ってるわピッて切れ、すいませんって私はピッて切れて、あー思ったらまた15分ぐらいしたらまた電話かかってきて、お前なええ加減にしとけ、わーサバエまで15分ぐらいずーっと電話あるんですよ。もうあの時は本当にやばいと思いました。いやそりゃやばいやろそんなものは、あれがもう僕の中でもう一番修行中しくじった桂さん氏初めてのお使い事件って言うんですけど、いや言ってる、ほんでそれ僕が今自分が言ってる、桂さん氏初めて、俺朝起きて師匠とこ行くのしくじって前の日に、なんていうの、えらい怒られとったの弟弟子が、でもう俺バッと起きて、こっちやんか、はい、俺はその時長居に住んでたんやけど、はい、タクシー乗って師匠とか言ってたんや、ね、普通タクシー乗って師匠とか行かへん、どんな弟子どんな弟子どんな弟子でもえらい遅刻やんか、うん、でも大将ってね、一回溝へバッターはまって、はい、ね、ザーッとわざとわざとドロドロにして師匠とか行って、えらいことやったんですすごいすごい、なるほど、親さん分かってるけどね、見透かされてるんですね、だから多分後から言ったらあんなことしようねんって ,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 
一か八かよそんなの。いやでもそこでやっぱ動じてないのがやっぱすごいですね、若手の頃から、だからドロドロだろ。あれはいっぺん、あの、あ、これはもう言うたらあかんか、え、そんなやらか、あ、これはもう別にいいですけど、そういうそのなんていうんですか、風俗的なところですか、あのそこにあのみんなで連れて歩いて、おやすさんが、あの、あの、まあ言わはって、で何人かで俺と長太郎に、僕行かないんですよ、そういうこともしないけど、はい、長太郎兄さんとで松葉兄さんがまだあのさっき言ったように、はいはいはい、あの童貞っていうか、何でしょう、僕はまあね、もううちの嫁がいましたから、はいはいはい、もう童貞じゃないということで、もちろんちょっとしたプライドが見えます、プライドがね何年越しのプライド
それでまあね連れたれて俺と長太郎兄さんと円座兄さんと春若兄さんとうちの兄弟子と僕とやったら入れられてほうね、はい、でまあそういうのあるやんか、うん、そんなの俺らもそうなったらあの他の円座兄さんなんかが来て誰がハロタン誰がハロタンことになって、はい、誰もハロタンめちゃくちゃやん、おやすさん入浴料だけ払ってあと何も出さんと帰ってもらったよ、金あれへんやん、でもとにかく俺人質で行ってくるわ言うて、うん、お客さん待ったらどこへとにかく笑わしに行ったんやそんな余計なことやけどどうもすいません言うてもうこんな頭でずっとほんまに修羅場後で持ってきますから言うて、はいはい、もうびっくりしたよおやすさんよあんなことすんな、いやでも、ね、伝説はね残ってますもん ね飲みに行って金払ったことないっていうすごいです時代やなどういうことなのでもそれはそう、 うちのおやすさんが来たら初学が来たでバー逃げんのうちのおやすさんがドアグーッ止めて足入れて足入れて飲み屋さんあ入れ、はい、入ったら言うて俺あとそのその時に新庄師匠と、はい、うちのおやすさんと入っていって新庄師匠払ってない人についていくの嫌やそうです、ね、俺に言うたったもん嫌がってる店に一緒について入るほど嫌なことはない言うて、ほんでもう余計むちゃくちゃ弱んなおすんねんなとクラブええー、クラブやけど、はい、その水槽あるやんか、はい、熱帯魚のそのとこで、うん、でうえーってそのついて熱帯魚が嫌がってようあんなこと警察呼ぶよ普通今やったらいやそうですよ、いやそうですよすごいです、ね、時代が許した時代っていうか人だその人だから許せるっていうところは大きいんじゃないですか、だってでもお金一円も払ってないんです払ってないそれでもいけちゃうんだからコミュニケーション能力の高さですかね何なんでしょうかねコンプライアンスのかけらもないですからねかけらもないですね払ってないんやからねほとんどまあお金なかったよねその当時ね、だけど行かなきゃ誰かしたら連れていくっていうことになってたよ、はい、後にお金できだした時もここにごっつい入れたはったからね、ここに腹巻きの腹巻きに入れてはるたはったからすごいよあんなんね豪快やな普通あんなんお金払わへんかったら行きにくいよなあんないやもうそんなんお金なかったらまずその店入ってドキドキしますもんね、うん、もういや払われるんやろかっていう時があるからうん、だからすごいでもう俺とかなそれからあの分子のお兄さんなんかそんな一切せえへんやん、はいはいはい、払えへんとかそのありえないやんか、はい、んちょっと多めに払ってますもんね鶴瓶師匠なんか道具につけあそうそうそうけというかせやろこれ皆さんにとかええ、ね、こと言うええこと言うかなだんだんそんな言うてくれんの嬉しいの分かってるそれはやっぱり 僕、うん、僕らもたまにいただいてますからね その分だけちゃんとね考えしないと、ね、そういうことです、ねはい、そうです財布からいただいて、いや財布からいただいて自主的に、たまにいただいて、ま、自主的にそんなんダメですよ、もうそんですよお世話になってる先輩の財布から感じ自分の師匠でもダメですよ、いや誰でもあかん、誰でもあかん、関係なく関係なくうちでも幽閉養子ね、ほんまおとなしい兵器が一番するやつ、そんなことないですよ、そんなことないですよ、おじさんそんなことしませんよね、ダッペニーさんね、いてるんちゃうかな、ね、噂聞いたことない。いや、ないですか。幽閉はせえへんの。いや、しません。幽閉兄さんもすごいお世話になってますから、ね。お世話になってんの。お世話になってます。僕もすごいお世話になってます。幽閉に。はい。それはもうやっぱね、僕もすごく憧れの先輩ですから。あ、ちょっと待って。してあこどういうことなの。やっぱね、こうなんていうか、やっぱ僕らは僕らというか僕はすごくまあなんていうかこれ言うたらあえて傷つくんちゃうかなとかいらん嫌なんちゃうかなって、はい、ちょっと。考えながら、はい、言うていいこと悪いこと考えながら喋ってるでしょ、はい、ゆえ兄さんは思ったこと全部言えるんですよだからもう思ったこと相手がどう思ったことか自分がどう思ったことを全部言うかっていうのが、はい、あんな素直に物言える人見たことないなとだってもう本当に思ったことをなんでこんなことかっこいいとかっこ悪いとかじゃなくて思ったから言うっていう一回頭のフィルター通さないんですよねそこがそんなんやっぱり羨ましいですねストレスとかないやろなっていやあいつのストレスはあんねんで絶対に、はい、いやいや、はい、そのあの嫌な人しか集まらないって俺言うたってお前なそんなばっかり言ってたからなお前、うん、そんなもうせこいやつばっかり集まんでそうなんですもう周り君のみんなせこいです面白い
共感するよ。周り来る人みんなセコいねんで。ルイは友を呼ぶっていうね。そうそうそう。お前だってそんなことばっかり言うてる。あと10万足らんのですね。あと10万足らんのです。いやめっちゃ面白いですけどね。あと10万足らんの全然だれてこっちこの間一生懸命でも新幹線だって僕コーヒー買いますって言ったらあのどっか見てへんふりして普通はまあね先輩とかが一緒で後輩がコーヒーって言ったのであ俺出すわとかなってしまう、うん、僕の財布の中覗いてお前よく入ってんなお前貯金なんもんねんずっと聞いていやまあまあちょっとだけやってますで俺な今16万ぐらいしかないわ貯金16万しかないって後輩に言うてまうんですよ思ったこと全部言うてまうからもうその感覚が純粋で羨ましいです僕はこんなん言うたらかっこ悪いとかこんなん言うたらバカにされるんちゃうか変なプライドがないそうそうそうそんなのない前も言うたやろ俺と一緒に楽屋おんのにあの自分の荷物をもう口座あかんのに自分の荷物持って、はい、荷物置いとけで取られたらあかんのですあほなお前誰いやいやこの間あの自動車の泥棒におっててみんな取られたんですっていやだから俺と自動車泥棒一緒だあんまり親だよ面白いですいや面白いこういうとこ来たら全然おもらないもん何度か言うへんにさんねなんなんなんずっとぼやいてはりますね全然力発揮全然おもろなくなって貧乏さなんだよあんなほんま留守番電話入ってましたもん、うん、いや僕やっぱマスコミュニケーションの仕事は向いてないと思いましたかわいいなこんなこと後輩に言わんけどなと思って面白いなかわいいだそんなんね、もう、って遊園来た時おったあ多分スタジオでは一緒でしたかね吉武さんの時ってそうか吉武さんが、カフの横にいて私はサブで、はい、ついてましたねカフの横でついてて、はい、でも印象に残らんってどういうこっちゃあまりその時お話してなかったような気がしますいやなんか吉武さんと意気投合して、うん、ぼやいてるっていうイメージがなんかもうマイナスな話で僕が羨ましいのはやっぱその自分の恥ずかしいところをさらけ出して笑いにできるっていう感覚が、うんやっぱこれが鶴瓶イズムに鶴瓶師匠の感覚に一番近いお弟子さんなんかなっていう風に恥ずかしくても結局転がって笑いに転がすねんでっていうそこがかっこいいと思うところめちゃくちゃ面白いですよねめちゃくちゃおもろいなあれはもうめちゃくちゃ枕でだからでもうちおかしいの多いねんってそんな達平、まあ、でもそうやけど本人自身はおもろいねんで喋ったらおもろないねん師匠が引き出してるっていうのもね本人どんだけおもろいこんなおもろいやっちゃうなと思うねんけども全然自分がおもろいと思うところこいつはさらけ出せへんのあかんところは絶対にそれは盲導犬に吠えられんねんからねあの訓練されたあの訓練された盲導犬にえっああ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 それはすごいと思うすごいよ何もじゃこれ別に蹴ったんじゃ何もしてないんで、ねね、俺はあの文太兄さんの犬踏んだよ盲導犬踏んでしまったよ暗かったから袖にねあってでも泣けへんかったもんねえらいごめんごめんって何遍もこう謝ったんよ、うんうん、その盲導犬にえらほらって違うとこで野生の血がすごいなんかもう訓練とかじゃ本能で本能をね動物の部分が出てきてるんでしょうね何かねなんなそんな人おる見たことない会ったことないしだからこいつはこれがおもろいのは俺は全部わかんないけど本人自身はその面白さが自分ではわからへんね俺は絶対出したくないんですそこはそこは言いたくない2枚目だそういうなんじゃないないね、そういうのじゃないでも広げんでもええとこガーッとしようもうそれは広げんでこれや思って持って走んねんけどチャ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 これですね違うがなこれやこれこれやがなお前の一番手に近いとこにやる違うもん持って大きく膨らますからやもう何も膨らますからお前何遍も言うのチャチャチャ言うてもまだまあ言うてもよ酔うたらめっちゃおもろいであいつあそうなんですね、うん、見てみーな怖いよ皆さん質問ですがドンキホーテや一部のコンビニで4円までお使いくださいと置いてあるあ、あんの？あります、あります。1円玉がいっぱいね、置いてあるんです、レジに。え、どういうことだ？小銭がやっぱたくさん消費税、はい、消費税が変わってから特にそうですよね。なん、1051円とかで、まあ、あの1100円出したら、まあ、49円、まあ、9枚効果がね49円だからそれだったら1円をこっちから使ってくださいっていうサービスですよね。そしたら50円でそうするとこうレジが多分あれ並ばなくて済むようになるからこう回転が良くなるんですよ。ああなるほどなるほど。だから必要経費としてね会社として出してるのかもしれませんね。
先日桜宮のドンキホーテでその1円玉を夫婦で4円ずつ掴んで、会計してるのまあ4円までっていうね、そういう方もいらっしゃるでしょうね。お一人様1パックを2人で買うっていうみたいなね、そんな人いてんねん。8円でも11円とかやったらね、なんかわあ11円ないなと思ったらなんか10 使いたくなる気持ちもわからんでもないですけどね。そうですね、うん、でもようさんたまるときあれやろ、あの1円玉ね、うん、先日うどん屋でたまたまダブルという注文が耳に入ってきました。たまたまダブル、たまたまダブル、卵のことでしょうなど不思議に思い、メニューを見るとかまたまとありました。おそらくかまたまダブルを聞き間違えたと思いますと、うんうん、そもそもかまたま、かまたまもどうかと思いますが、ちなみにうちの母は薬のジェネリック、ジェネリックをジェネリックをジュネリック父はリハビリ、おい反応した、おじいちゃんが反応した、おじいちゃんが反応した、おいカレーのレトルト、レトルト、レトロと言ってましたか、ね、あ言い間違いってことですね、ウキさんみたいですよね、皆さん最近いや、ウキさんも別格やけどね、ウキはほんまに別格やわ、いやすごいですね、すごいやろ、いや我々がどんなに考えたって出てこない、うん、もう皆さん分かったでしょ、知って言うてるわけじゃないっていうのは、うんうん、何回聞いても面白いですからね、うん、何遍も間違ってんねん、もうこれどないなってんねん、真面目に笑わそうとしてないよ、いや笑わそうとしてないよ、それが一番面白いですね、もう書いて書くのやめようかな、もう多すぎて、ありすぎて、ありすぎて、もうってもうこんな嘘や思われるで、板垣大輔が僕一番すごいなと思って、板垣大輔な、板垣大輔、そうそう、稲垣潤一のこと板垣大輔言われたらなんか似てる気もするね、確かに、それで俺が板垣大輔言うたら稲垣潤一やろって思い出した、思い出したんや、そんな思い出し方すごいすごいで、いやまあなんか雰囲気でそう思ったやろなこれもうほとんどこれウキのことよーさん、でもウキの能力は分かったよ、はいはい、かい背中かいたらもうそこピンポイントでキュッて書くすごい、なんで分かんの、めっちゃ気持ちよく書きよって、書き上手、書き上手じゃない、僕今書いないからあれが、ちょっと書いてくれやって、パッもうそこでクッてカシャッてなんで分かったんだよすごいびっくりするよ、すごいよ、もっと右とかね、右とか右全然ないんだよ、ちょっと背中かいてあ分かった、ドゥッてこうやってそれ書く、その書き方もまたうまいよ、チュチュチュって書きよね、ビビビバン、そこがもうすごいあのええなっていうの分かった、これはやっぱりもうすごいことですよね、浮きの手ですね、浮きの手、あれは言うたでしょ、あのあれ自分の結婚記念日のこと言いましたでしょ、あれはすごかったわ、そあ放送では言ってない、言ってないですね、放送は言ってないの、こんなんお前いつやねん、あのいやあの記念の日にやったんです、だから出会った日が2月の31日なんですよ出会ってないやんいつまでも出会えないよお前それどういうことやねんうどしやでそれおお2月30日いやで自分の結婚式は3月の29日やねん、だから分かるやろそれ、3月の29日やったらその上の2月の29日やの、だから分かる、これ分からへんやろいつ出会ったの、だ2月の31日言うといて違うわなんて言ったら30日言うて、でも結婚式は3月の29日やで、うん、どんな間違いの間違いなのなんかリンクが分からないの、覚えない間違いの人と違うんでしょうね、違うのやろな、ね、構造が、うん、なかなかほんまの日が出てけえ分かるやんか、3月29日が結婚式やねん、はい、ということは出会ったのは2月29日ってええやんか、はい、分かるやん、あいつの頭の中ではもう月は3月31日までって思ってんねん、うん、桃太郎も知らないわな、うん、だから2月ってことね、2月も31日だってなっちゃう、全然出会えへん、それはもう、うん、ね、全然出会えへんいつまで経っても出会えいつまで経っても出会えへん、面白いね、やっぱそのマリリンもそうですけど、やっぱ発想が飛んでる人っていうのはね、どういう回路で発想してるのかわからないですもんね、不思議です、うん、いや、そんなことないな、いやいや、あの、まあ、雄平の場合もそうやけど、はい、
マリリンもそこは恥ずかしいと思わないグッと言うの、ね、終わったと悔しいと思って勉強せえへんからそこが忘れる能力っていうのがありますからね。普通悔しいって勉強するやん、あそこをみんなに笑われたいとか調べたりとか ね、まあ、携帯もあるし、まあまあ、俺も勉強しにあれやろうけど、まあ、もう全然せんやろ、9の段でももう二度と勉強のしようが分からない。ちょっと興味が湧いたことは調べるようになったんですよ。例えばどんなこと、例えば、うん、ちょっと待って、ね、ちょっとリハビリしなさいあなた何も勉強してないし興味も湧いてないでしょ。そこはもう例えばという言葉は使わないよ、うん、例えて、せめて例えて、抽象的な話しかしてもいいから例えて。いや、なんか2つ出てきたんですよ。あの映画を見た後に調べる癖があるんですよ。どうだ、例えば永遠のゼロを見たら、はい、ゼロ戦ってなんなんやろみたいな。よく永遠のゼロ見たんやろ。見た永遠のゼロ見たのにゼロ戦分からんの。いや、お前ちょっと待って、永遠のゼロはゼロ戦の話じゃろ。ゼロ戦の話やんか。いや、そうなんですよ。ゼロ戦の話じゃないけど、ゼロ戦の話、はい、そうなんです。でもその下調べを下調べをまず せずに見たんですよね。まあまあそれはしゃあないよ、まあまあね、まあ今人気やって言ってるからって書いたじゃないですか。で全く知識がないまま永遠のゼロを見たわけですよ、うんうん、でそこでわかるやん、もう見たら、うん、ゼロ戦ってこんなんやないのは。いやでもね、言葉で早く言われたら残らないんですよ。お前の知識が永遠のゼロやわ。どういうことや。いやだから後に見たのを思い出しながらこういろんな調べて確かめようって。二度おいしいやんか。そうでしょ。いやいや、おいしいだってゼロ戦分からへんって、あの映画見てる見終わって分からへんってすごい。まだ落語なんか分からへんの。正直鶴瓶師匠の落語なんか分かってないでしょ。一回も分かってないでしょ。分かってない。立ち切れなんて絶対分からない。普通やろ。正直付き合いで見に行ってるだけで全然分かってない。違う、あれは想像すなあかん。新作落語はまだね、現代やから分かりやすいと思って、古典落語は全然分かんない。前頭葉外したらよ。ここになんかちーたまってちーたまってるんじゃん。それは分かります。いやでも独演会の時に3本しはった2本は本当に分かりやすくて、それこれとどれとまでか立ち切れが分かるやん。立ち切れはやっぱりちょっとやっぱ難しい。一番分かってほしいやつ。あれがメイン、一番分かりやすい。あれメインや、うん、一番分かってほしい。明らかに力が入ってましたからね。しかも1本目のやつもずっと福ちゃんに終わってから、あの1本目の甘やかしっていう落語めっちゃ面白かったですよね。何だろう最初。甘やかし。ちょっと待って、1本目はね、前全部変えましたからね。1本目の甘やかしっていう話、どんな話やろ。無条さん、お前落語家さんに言ってるから。子供出てくる話でしょ。子供が甘やかすんですか。いや違うん、そんな話違いますか。そんな話しないでしょ。甘やかし、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 お前出てけんのかよ。お前勉強不足なんだ。甘やかし相当珍品なんですよ。びっくりした。びっくりした。何を言ってんのか僕も最初わからない。最初の甘やかしって何。甘やかし、おもろかった、楽しかった。めっちゃ面白くて。甘やかしどんな話なの。自分がやった人間でもわからない。マリに説明してよ。ざっと言うてよ。最後の日に甘やかし。甘やかし、そんなネタ持ってないわけでしょ。そう、持ってないから余計やったんだ。あー、わかった。何ですか。うまやかし。うまやかしを甘やかしや思ってたよ。うまやかしな。うまやかしのことだと。うまやかしに出てくる相手のあの男や。だから旦那を甘やかしてるのとうまやかしと混ざって。そうやし、あの旦那やん、お前。旦那ちゃん、あの、嫁はんやん。そうそう、まさにね。まさに嫁はんやん。猿の大名って言った時に、本当に猿のお大名やん。お前、それを受けてやで。受けて。あれを聞いた後に甘やかして、お前あのいや、あの味外れてないからすごいですね。ちょっと合ってます。ちょっと嫁さんが旦那を甘やかしてるわけですから。甘やかしになって言ってるデパ君も、え、何その落語みたいな感じなの。甘やかしじゃない。俺でも知らないみたいな。甘やかしやってた。甘やかし2本目のも意味分かったの。分かりました。2本目は何でしたか。3年目。3年目分かりました。分かった。お前に一回聞くわ。もうお前ぐらいの人ばっかりが来たんだから。でやったせえないわ、立ち切れ。あんな力入れて、あんな集中して、いい、あれ集中して、どうやって、中身も分からへんかった、立ち切れ。ちょっとだけやめるわ。
やめます。あの明日から俺新潟行くで、あれ持って分からへん、分からへん、この女性二人分からへんねや落語。すごい、確かにね、確かに若い子で来てた子が、あのどうやったやったら分からへんかった、普通やん。あんだけ俺解説してやで、冒頭でちゃんとね説明してましたよね、お線香を立てて、ね、そうそうそうやってたんだよ、そうそうそう、昔はそういうところで、で線香が断ち切れてっていう、線香を私三味線に置くっていうのはね、分からへんかった。一番目に能元分からへんねや、すごいな、大事なところで、これ変えようかな俺。ここでイグラクショック受けたわ。いやでも鶴瓶さんの熱演が伝わってきて、いやいやいや、もったいない、一生懸命やってる基準じゃないやろ、人の競争やねん、そんなもん。そう、一生懸命やらんでも素晴らしいのが最高やのに。お前どうやってどうやって、わかった、私分かってます、分かってます、もう黒亀さんが分かってんかったら終わりやわ、もう終わりや、分かってんのじゃろ、もちろん。アホのソロさん傷つけように、よかったよかった言うてるせやろ、アホのソロさんお前もよかった言うとけよ、よかった言うとけよ、よかった言うとけよ、言うとけよ、傷つくから、情けないで、一番近いはずの浮さんが分かってなかったら言っちゃおもろいですよね。浮さんは分かってるかな、あいつ一番最初やった時は分かってないのも何にも、ずっといつも寝んねんから、3年目も寝てまいったもん、3年目で、ね、3年目お前言われてるんで、3年目で、で大きく言うて、はい、はい、大きく言うて、大きよったら前だから、大きく、大きく、はい、はい、はい、浮きくんって言われてました。誰が浮きくん、誰が浮きくんって呼んだ、落語で浮きくんなんか出てくる新作あれ。師匠こんなに世間が評価されてんのに、身内から全然よく分からへん、分からへん、落語分からへんわ、近いところにね理解者がいない。すごいと思ってます、別に思っていないけど、落語分かってほしい、分かる、いやだからもう、それだって断ち切り分からへんってことはもう落語も分からへんし、錦木兼業も分からへん、錦木兼業も分からへんやろ、白状した鳥になったら全然分かってへんやん、一番最後の3本目、やめろ、お直しも分からへん、お直しは分かったかな、分かった、分かった、お直しは分かった、お直しは聞いたことない、聞いたことないと思います、ね、ああごわごわやん、なんでごわごわやん、でも知ったこぶりできへんしなと思って知ったことないって逃げたら嬉しいわ、だって3年目は分かった、ちょっとだけ分かりました。ということはもう甘やかししか分かってない、甘やかしも分からへん、甘やかしはどうなの、甘やかし分からなかった、全部分かっちゃったもん、分かった、一回な家教えて、家まで行ってこれがこうやでって教えるからね。目的が変わってます、目的変わってますよ、目的が変わってます、違うこと、俺は甘やかして、稽古つけるでしょ、甘やかしの、甘やかし稽古って何で、落語会って何やねん、靴やったでしょうね、全部分からない、全然靴じゃないですよ、鶴瓶の落語会、天卓は天卓、天卓、天卓も分からなかった、天卓で最後にあの泥棒入ったやつやで、泥棒が入ったっていうのは分かりました。それ当たり前だよ。聞いてた、ちゃんと。英語落語会かな。ショーの落語をやってる時、iPod がなんかで多かった。もう分かってないやん。聞いてないやん。泥棒入ったんちゃうっていうことで。どこまでぶっちゃけそう。携帯知ってたじゃん。裸の王様。裸の王様や。みんな内緒にしてたのに。どこまで。とうとうぶっちゃけ。ぶっちゃけ師匠の落語分かりません、分かれん、何て3本中1本かろうじて泥棒入っただけ、泣いていい、泣いていい、な、泣いてええの、ラジオで泣かない、ラジオでも泣いていいんですよ、要は落語会来てないけど、ほとんど分からない、バレリーはもう7年間やからね、7年間分からへんから、分からへん、ただ永遠のゼロとゼロ戦は調べるから、断ち切りは調べへんねん、違う、調べようと思った、あ、今思った、うん、調べた、でも今日まで忘れてた。最低やわ、落語の中の人みたいな、最低だ、ま、お会いさしてもって、お会いさせてお会いさせて、俺も明日からもう新潟行くのどうでしょう。
どいわ。すみません。いや別に謝らんで。調べよう。調べやったら。でもそんな人多いと思うで。意外とね。いやー。知れませんね、これ分かんないですけどね。どうしよう。それをね、やっぱ分からせるのが芸というのはまああるのかもしれないですけどね。それは一生懸命やってんの。まあ確かにあの段階踏んでね。どうやの藤原、どうやった。僕も素晴らしい。一緒にせんといてください。一緒にせんといてください。すごいな、これ。じゃあこういうの分かんねん。俺遠慮しちゃうんでよう寝てたもんな。説明もしゃあれへんやん、はいはい、こっちも調べもせんやんし、はい、初めて聞いた時な、はい、あまだこれしゃあるわって眠ったかったんや、はい、それで小朝さんに立ち切れやれ言われた時嫌 やなと思いながらもう調べたやんか、はい、やってる人間分からへんかったら余計途中で寝てまうで、ようやくこの頃分かってんだけど、はい、表現の仕方が分かって、はい、よかったこれで分かった思ってたらまだ分からないやつが2人おってこんな身内に身内にひどいわ。